私は理学系研究科附属植物園の杉山と申します。よろしくお願いします。で、今日は植物の形の成り立ちについてお話したいと思います。で、前半は、植物らしさの元になっている基本体制の特徴について、考えてみます。で、これが、序論にあたります。で、後半では植物の形作りのメカニズムについて、私たち自身がこれまでどういう研究を行ってきて、今どんなことに取り組んでいるのか、研究の紹介をさせていただこうと思います。まず植物らしさの、要件についてなんですけれども、皆さん初めて目にする生き物でも動物か植物かの区別はつくんじゃないかと思います。で、それは、私たちが知らず知らずのうちに、動物らしさとか植物らしさの、本質を捉えているということではないかと思います。で、実際に生き物を見たときには、植物だと動かないとか緑色しているということがありますけども、モノクロの静止画でも植物かどうかは判断できることが多いので、色とか動きっていうのは必須の要件ではないことは明らかです。では何が植物らしさの本質かというと、それは植物特有の基本体制ではないかと思います。これは私の研究室のある植物園の中で適当に撮ったいろんな植物の写真なんですけれども、こうした姿形に共通して見られて、動物と異なる植物らしさの元となっていることは何かということを考えます。で、まず軸について見てみます。生き物の体を貫くある軸に沿って、何らかの偏りとか勾配があるときに、その軸のことを極性軸と言います。で、多くの動物では前と後ろ、頭とを結ぶ軸と、それから上と下、つまり背と腹を結ぶ軸の2つの極性軸があって、体全体としては左右対称になっています。で、それに対して植物の場合は基本となる極性軸は、この主たる茎の先端と主根の先端を結ぶ一本の上下軸だけで、この上下軸を中心として全体としては放射対称になっています。で、このような体の対称性とか極性軸の数というのは、生活のスタイルと関連していると考えられます。多くの動物は動き回ります。方向性を持って移動します。そうすると体の中に移動先に向いている方とそうでない方で違いが生まれることになります。で、地球との関係で上下の軸というのは必然的にできるわけですけども、その移動方向が上下方向と異なっていれば、上下軸とは別に前後軸というものが成立します。で、上下前後と極性軸が2つあれば左右対称となるというわけです。で、植物の場合は固着生活を送るために移動に伴う極性が生じる必然性がありません。なので基本的には上下軸という一本の極性軸で放射総称ということになります。動物でも方向性のある移動をしないものがあります。例えば浮遊生活のクラゲとか固着生活のウミシダなんかがそうですけれども、そういった動物では少なくとも見かけ上は放射対称性です。で、そういうことからも、その移動性か固着性かというその生活スタイルと体の対称性とか極性軸の本数というのは密接に関連しているということが伺えます。まとめますと、固着生活プラス放射対称性が見た目の植物らしさを生み出す大きな要素になっていると言えます。で、これが一つの大きな要素なんですが、もう一つ植物らしさを生み出す大きな要素になっていると考えられることがあります。それは、植物の場合は器官が次々に加わって体軸も増えていって体が複雑化していくという、そういう発生様式をとるということです。で、またこのことによって同じユニットが繰り返して入れ子状になった分子パターンというものが出来上がります。
でこれが植物らしさの大きな要素になっているということは、ごく単純な規則に基づいて人工的にパターンを生成してもある程度分子が増えていくと植物っぽく見えてくるっていうことからも分かります。例えば、まあ、これ単純な規則で分子させていったものなんですけども、まあ、ある程度分子が増えてくると、まあ、なんとなく植物っぽく見えてくるんじゃないかと思います。でここで、具体的な器官について見てみます。筆植物の器官構成です。基本となっている器官は茎と葉と根のたった3種類しかありません。花があるんじゃないかという意見もあるかもしれませんけども、花は葉が特殊化したものの集合体なので基本器官には普通入れません。それからシュートという用語があります。これちょっと覚えていただくと便利なんですが、シュートというのは一本の茎とそれにつく葉からなるこの構造のまとまった単位のことです。でこのシュート形成の場というのは、シュート先端にある長芽、それから葉の脇にある側芽あるいは液芽になります。で側芽から側芽が発達すると側枝になりますけど、これは側枝のシュートになります。で側枝のシュートには、この中にもまた長芽とそれから側芽があります。でまあ、これが一つ入れ子構造という意味になります。で地下部に目を向けると、まあ、手根があります。これは肺の陽根に由来する根なんですが、この手根に側根ができて、側根にさらにまた側根ができて二次側根となって、でやはりこう入れ子のような構造になっています。で、初期発生を見てみますと、これはシロイナーゼの肺発生の様子なんですけども、肺発生過程では、まあ、器官はほとんどできない。肺発生過程の間にできる器官というのはこの葉根と子葉、肺軸ぐらいです。一部の植物では本葉が少しできますけども、というわけで先ほどの模式図にあったような植物体を構成する器官のほとんどすべてが肺発生以後、発芽後に新たに形成されます、まあ、肺後発生なんていう言葉もあります。でこれは動物と大きく違う特徴の一つになっています。でこの胎軸とか器官が、まあ、新たに増えていくわけですけども、その元になっているのは、2つの長短分裂組織です。頸長分裂組織、これシュート長分裂組織とも言います。それと根端分裂組織です。頸長分裂組織は、まあ、長芽とか側芽にあって、根端分裂組織は、手根とか側根の、末端にあります。でこれは長短分裂組織が新たに生じるということが胎軸や器官が増える、まあ、一番、大事な過程ということになります。で先ほども言いましたけども、肺発生の間には、器官は、ごくわずかしかできないんですけども、まあ、葉根は肺発生の間にできて、そこに、この根端分裂、手根の根端分裂組織は準備されます。それから、シュートは、まあ、普通肺の中でほとんど発達していませんけども、この長芽の頸長分裂組織は準備はされています。植物の発生のまた別の特徴としては、再生のしやすさということがあります。これは葉っぱの細胞の細胞壁を溶かしてバラバラの細胞プロトプラストというものにして、それを増殖させて、こうここ植物体が今再生してきているところですけども、こんな感じでバラバラの細胞からでもうまく培養すれば植物体を再生することができます。でこういう再生の鍵の一つは脱分化という分化状態を脱する過程なんですが、もう一つは長短分裂組織の新たな構築になります。この図ではこの色がついているところが、普通の発生過程で、その外側の矢印は再生過程を示しています。で黄色のところは肺発生で、受精卵から肺ができて、最初の頸長分裂組織と根端分裂組織が準備されます。
で発芽後に、これが発達してシュートのいろんな組織を作りながらまた新たな形状分裂を組織を作って分子をしていき、根の方も、同じようなことが起きて、分子、していって、入れ子の複雑な構造を作っていくということです。でこういう各組織には分化した細胞があるんですけども、この分化した細胞が分化形質を失って脱分化して、多くの場合はカルスを経由して形状分裂組織とか根端分裂組織を作って、形状分裂組織の場合にはシュートが再生し、根端分裂組織の場合は根が再生する。これが基幹再生の経路です。それからこの脱分化して、もっと、未分化な状態、受精卵に近い状態まで戻る時もあります。でその時には肺発生と似たような、過程を通って植物体全体を再生します。これが不定肺形成と呼ばれるものです。で細胞レベルで見ると、動物細胞は運動性を持っていて、体の中を移動して、あと、他の細胞との選別が働いたりしまして、それが形態形成に深く関わっていますけれども、植物細胞は運動性を、持たないで、移動選別というものが形態形成に、関係しません。でその場合には細胞分裂がいつどこでどの程度起きるかっていうのが形態形成の一番の決め手となってきます。で以上のようなことから、私たちは植物の形を成り立たせている基本的な仕組みを理解するには、器官が新たに発生する際の細胞分裂の制御メカニズムを明らかにすることが重要だと考えて、そのためにシュートの再生、側根元気の形成、葉元気の形成という3つの現象に注目して研究を行っています。でこのうちシュートの再生と側根元気の形成については、モデル植物のシロイヌナズナの突然変異体を使った分子的遺伝学的な解析を主に行っていて、葉元気の形成については数理モデルを使った数理生物学的な解析を行っています。でこれからこの研究の紹介に入るんですけど、最初にシロイヌナズナについて簡単に紹介します。で、シロイヌナズナは皆さん大体ご存知かと思いますけども、よくシロイヌナズナの実験植物としての特徴として挙げられるのは、ここに今箇条書きにしたようなことなんですけども、この他に、基幹再生のための効率的な組織培養法が確立しているっていうこともあって、私たちの研究にとってはこれも重要なポイントになっています。で研究全体の流れとしては、いわゆる準遺伝学的な方法論をとっています。これは一般的に言いますと、ある生命現象について遺伝的な差異をまず探し出して、その原因となっている遺伝子を同定することで、その現象に働く分子機構の解明につなげるという、そういう流れです。で私たちの場合は遺伝的な差異としては、突然変異体、自分たちで見つけた突然変異体と野生型との間の差を使っています。で突然変異体にもいろいろあるんですが、私たちは、温度感受性突然変異体というちょっと特殊な変異体を使っています。これは、形質の異常が温度に依存して現れる、ものです。典型的には変異遺伝子の産物の熱安定性が下がって、ある温度域では野生型の方は大丈夫なのに、変異遺伝子産物は機能が域値に達しなくなって異常が強く現れる、そういうような変異体です。でこの温度感受性変異体を使うと、温度条件をうまくコントロールすることで、生存に必須の遺伝子機能についても解析することができます。それから複数の現象に働く遺伝子の機能をそれぞれ別個に解析することができたり、遺伝子機能が必要とされる時期を推定することができます。これは温度感受性変異体の一例です。私たちが取ったリグという名前の変異体です。でこれ原遺伝子は GNA という酵素をコードしていたんですが、この酵素活性を、測ってみると、変異体の、この GNA という酵素は、
保温すると急速に湿気活性が失われていくということが分かりました。特に温度が高いときに活性が非常に早く失われるということで、この熱安定性が下がっているということが分かりました。でそのことが植物体の表現系レベルで見た温度感受性と原因になっているということが分かったわけです。で私たちその、研究にはシロリナーゼのいろんな組織培養を利用しています。でこれが組織培養の模式図です。で CIM というのはカルス誘導培地、 RIM というのは発根誘導培地、 SIM というのはシュート誘導培地で、植物ホルモンのオーキシンとサイトカイニンの種類とか組み合わせ濃度が違います。でシュートの再生を誘導するときには一旦胚軸断片とか根の断片をカルス誘導培地で培養してからシュート誘導培地で培養するという2段階の培養を行います。ちょっと実際の様子をお示しします。胚軸の断片をカルス誘導培地で 4.5 日培養して、それからシュート誘導培地に移して培養を続けると1週間から2週間ぐらいでカルスに頸腸分裂組織が生じて、そこからシュートが再生してきます。でこの外から見た写真ではちょっとわからないんですけども、顕微鏡で見てみると、CIM で、数日培養すると胚軸のこの胃管束の周りの細胞が分裂してこう、カルスができてきます。でこのカルスの表層部から頸腸分裂組織ができてシュートが再生するという、そういう過程になります。で、私たちはまず実験材料として、たくさんの温度感受性突然変異体を単離したんですが、で、まあ、単離にはいろんな現象を指標としたんですけど、特に胚軸断片からの不定根形成を指標としたスクリーニングからたくさんの温度感受性変異体を単離しました。でここに書いてあるのが変異体の名前です。例えばこの SRD2 という変異体を見てもらうと、22度では野生型と同じように不定根ができていますけども、28度では野生型は不定根できているんですけど、この変異体は全然不定根を作らない。で、まあ、これが温度感受性ということです。でこうした変異体をそれぞれもう少し調べていくと、変異体ごとにいろいろ違う特徴が見えてきます。でシュート再生についてはこの2つの変異体 RID3 と RGD3 が特に面白い表現系を示したので、これを中心に解析を進めました。この28度の方を見てもらうと、野生型は28度でも22度と同じようにシュートを再生するんですけども、 RID3 はと RGD3 は全くシュートを再生しません。でただ形状がこの2つで異なって、 RID3 の方はカルスの表面がこう非常にデコボコしたなんか大きな塊がいろいろあるような感じになったんですが、 RGD3 の方はカルスの表面は滑らかな状態でした。で分裂細胞を青く染める方法を使ってシュート再生過程での細胞分裂の様子を見たのがこのスライドになります。で上にある数字はこれはシュート誘導培地 SIM に移植してからの日数を示しています。0で、カルス誘導培地で培養してシュート誘導培地に移した直後ですね、その時には、カルス全体で、ランダムに盛んに細胞分裂が起きています。それについては野生型と変異体で大きな違いはありません。で1日経つと、細胞分裂活性が一旦低下し、3日目ぐらいになるとカルスの表層の一部で局所的に細胞分裂が活性化して、そこのところが、細胞のこの盛り上がりに発達して、そこに頸腸分裂組織が確立して、それが、発達して、シュートの再生に至ると、これが野生型の、普通のシュート再生です。で変異体の方ではまず先に RGD3 を見てもらいますと、細胞分裂の再活性化があまり起きません。で、そのためにカルス表層の細胞の盛り上がりも起きずに それで終わってしまうということになります。
RIG3 の方は細胞分裂と再活性化が起きるんですけども、これがうまく限局化されずに分裂域が広がっていってしまって、で大きないびつな細胞の盛り上がりになって、そこには頸腸分裂組織は確立せずに、まあ、シュートも再生しないと、そういう表現形であることが分かりました。で、頸腸分裂組織の確立とか維持に関してはこれまでに、まあ、世界のいろいろな研究室で、重要な制御因子がいくつも見つかっています。でその中でも、主だったものに、ブッシェル・クラバータという遺伝子が、構成する、こういう遺伝子ネットワークと、それから、クック STM という遺伝子が構成するこのクック STM のネットワークがあります。でこれらの遺伝子の一部は、もう肺発生の早い段階から、特定の細胞に発現するということも知られています。で私たちの研究以前にシュート再生でも、断片的ですけども、こうした遺伝子の発現パターンが、観察されていました。で、まあ、それによると、シュート再生の時の頸腸分裂組織ができる前、細胞がこう盛り上がってくるわけですけど、そこの盛り上がりのところを、一番最初に、指定しているように見えるのは、クックの遺伝子発現の集中であるということが報告されていました。でこのクックとか STM とかの発現パターンが私たちの変異体でどうなっているかというのを見てみました。上半分では青く染まっているところが、クック1の発現部位、下半分では青く染まっているところが STM の発現部位になります。RGG3 は、まあ、これらの遺伝子の発現が非常に強く抑えられていたんですけども、 RID3 では、特に高温条件で、CUC1 や STM の発現が野生型の場合よりも、すごく広がっていて、でまた発現のレベル、も非常に高いという、そういう結果になりました。でこの RID3 変異体の原因、変異が起きていた遺伝子、これを大文字で RID3 って書くんですけど、この遺伝子とか RGG3 遺伝子というのは染色体上の位置に基づいて同定することができました。でその結果 RID3 は動植物に広く保存されたタンパク質をコードしていることは判明しました。でこの遺伝子を突き止めた時点では分子機能が何かということは分からなかったんですけども、その後の解析でリボソーム RNA の整合性に関わっていることが分かりました。でこれはそれを示した実験結果の一つです。リボソームはタンパク質合成翻訳の場となる巨大な分子装置で、たくさんのタンパク質といくつかの RNA からできています。でその RNA がリボソーム RNA なんですが、リボソーム RNA は DNA から転写されてもすぐ完成するというわけではなくて、転写前駆体として転写された後、何段階もの切断とか加工を受けて初めてリボソーム RNA として完成します。 RID3 変異体では、高温で培養にしたときに、この加工途中の中間体が、たくさん蓄積してくるということが分かって、このことから RID3 の、本来の役割はリボソーム RNA の、整合性に関わっているということが分かったわけです。でさらにリボソーム RNA の整合性が低下する別の変異体で、シュート再生の解析をしたところ、RID3 変異体と同じような、異常が見られた。つまりその、カルスの表面がに大きな凸凹ができて、でクックとか STM の発現が異常に高まるっていうような表現形ですね。そういうことが見られました。それから RGD3 の方は基本転写因子の多多結合タンパク質というものがあるんですが、それと相互作用することが知られているタンパク質と一種をコードしていることが分かりました。 RGD3 と RID3 のシュート再生時の発現パターンを調べて、先ほどお示ししたクック1 STM の発現パターンと並べて模式的に書いたのがこのスライドになります。
カルスの中ではシュート再生誘導媒質に移した直後のカルスの中ではどちらの遺伝子もカルス全体で一様に非常に高い発現を示しましたが、その後こう発現にムラができてきました。で、RID3 の発現が低くて RGD3 の発現が高いところというのがクック1の発現が高いところと一致するらしいということが分かりました。でそこで、細胞分裂が、起きて、こういう盛り上がりができて、でそこに頸腸分裂組織が確立して、その活動で、シュートが再生すると、そういう構図であるということが、まあ、分かってきたわけです。で、遺伝子の機能と、関連付けてさらにまとめ直したのがこの模式図になります。RIG3 の方はリボソーム RNA 整合性に関わるということが分かったので、リボソーム RNA 整合性がクックとか STM の発現に対して抑制的な制御に関係していて、この抑制的な制御が細胞分裂を適正な範囲に調節して、それが頸腸分裂組織の構築を実現すると、まあそういうような仮説が考えられたわけです。ただこれはですね、ここの部分については最近、まあ、自分たちの研究で、少し、この頃考えてたこととはちょっと違うんじゃないかということも分かってきました。というのは、正常な状況ではリボソーム RNA 整合性が積極的にクックとか STM を抑制しているのではなくて、リボソーム RNA 整合性の不具合に対するストレス応答としてクック STM の発現が異常に更新するのではないかという、まあ、今ではこういう考えにちょっと変わってきています。でシュート再生は今まで、シロイナズナを使って研究してきたんですけど、3年ほど前からトレニアという別の植物も使い始めました。トレニアの茎の断片を切り出してサイトカインを含む媒質で培養すると、カルスの状態を、カルスの状態を経由することなしにこの茎の表皮から直接頸腸分裂組織ができて、不定芽ができてシュートが再生する、で、まあ、こういう特徴があります。でトレニアの培養系のこの特徴を生かしてシロニナイザーでは調べにくい側面を今研究しようと思って、まあ、解析を行っているところです。ここから側根形成の話に変わります。側根の、はどこからできるかということなんですけど、側根の起源となっているのはこの主根の内部の内鞘と呼ばれる組織です。これは主根の10段目の模式図なんですけど、この図ではこの赤く塗ってあるところが内鞘です。で内鞘はこの細長い細胞が縦につながっている組織なんですが、側根ができるときにはこの隣接した2つの内鞘細胞で核がこう寄ってきて、非対称な細胞分裂を行います。これが側根元気形成の開始です。でこの開始は植物ホルモンのオーキシンが、誘導するということが分かっています。で例えばオーキシン情報伝達系の、突然変異体、これの SLR ソリッタリールートという変異体では、内鞘のオーキシン応答が起きなくなっているために側根が全くできません。で、この、非対称細胞分裂というのは、2、3回起きてその後分裂方向が変わって、側根元気がこう盛り上がるように発達していきます。でこの初期の細胞分裂制御というのは側根の大きさと基本形態を決める上で特に重要なんですけども、今まではこの分裂の活性化のところに研究が集中していて、分裂をどうこの適当なところで、非対称分裂を、終了するかというそういう観点からの研究はありませんでした。で私たちが、テーマにしているのはまさにその部分になります。で研究には半同調的側根形成誘導系と私たちが呼んでいる、まあ、培養系を使っています。これはシロインなどのごく若い芽生えからシュート長部と根端を切り落とした、ここの部分を
オーキシンを含む媒介で培養して足根形成を人為的に誘導するというものです。でこの経を使って RRD1、RRD2、RID4 というこの3つの変異体で足根形成を誘導すると、22度ではまあ普通の足根ができるんですけど、28度ではこういうふうに幅が広がった帯のような足根が非常に高い頻度で生じるということに気がつきました。で、これを耐火根、耐火足根というふうに呼びます。でこれの英語名称にちなんで、これ変異体、3つの変異体を私たちは TDF 変異体というふうに総称しています。でこれは TDF 変異体で行った温度シフト実験です。28度で培養を始めて、いろんな時期に横軸に示したいろんな時期に22度に温度を移す。で最終的にどのぐらいの割合の足根が耐火根になったかというのが縦軸にとってあります。でこちら側は22度で培養を始めていろんな時期に28度に移した結果です。で結果を一言で言うと、足根形成誘導直後のこの辺の時期に高温にさらされるとTDF 変異体で耐火足根が形成されるということを示しています。でこれは TDF 変異体の原因遺伝子が足根原因形成の非常に早い段階において足根の幅を決める制御に関わっているということを示唆しています。でさらに細かく解析した結果、この TDF 変異体ではこの非対称細胞分裂の回数が増えて、この小さな細胞のつながりが大きく非常に長くなって、で、まあ、その結果としてこの足根元気の土台が広がって、で耐火足根の形成につながっているということが判明しました。でこの耐火足根の組織構成というのを調べてみました。でそれには根のいろんな組織で特異的に発現する遺伝子をマーカーに使って解析を行いました。で結果をまとめて言いますと、 TDF 変異体の耐火足根では内側の領域、胃管束を含む中心柱が広がっている一方で、外側の領域、表皮とか脾臓とか内皮の層の数は正常足根と変わらないということが分かりました。でまだメカニズムとかは不明なんですけど、この外側領域と内側領域の境界を決めるメカニズムは不明なんですけども、外側領域の方が場の拡大に対して安定っていう、そういう性質というのはメカニズムを考える上で今後大きなヒントになると思います。例えばですね、これメカニズム不明なんで完全に仮の話なんですけども、拡散しにくい自己触媒性の活性化因子と拡散しやすい阻害因子からなるこういうシステムが外側領域と内側領域の境界を定めているとしたら、この自己触媒性、この数式のこの部分が自己触媒性を示していますけれども、それが飽和しやすい時にこの外側領域が場の拡大に対して安定であるということが、まあこの考察からは言えます。で、まあ、このメカニズムの一端が明らかになってくれば、この外側領域がより安定であるという性質を満たすようなメカニズムが何かということを追求することで、今回の発見は役に立つのではないかと考えています。この TDF 遺伝子3種類ですね、これもうすでに同定は済んでいます。で面白いことにこの3つともですね、細かいことは抜きにして3つともミトコンドリアのメッセンジャー RNA の加工に関わるタンパク質をコードする遺伝子でした。植物の場合、核のほかにミトコンドリアと葉緑体にも DNA があって、でミトコンドリアと葉緑体では DNA があるだけじゃなくて、そこで転写と翻訳も起きています。でそのミトコンドリアの DNA から転写されたミトコンドリアの中でできるメッセンジャー RNA の、いろんな加工に、この、遺伝子が関わっていたということです。でまだ、そのミトコンドリアのメッセンジャー RNA の制御がどういうふうにこの非対称細胞分裂の過剰につながるのかっていうのは、この分子的なつながりっていうのは分かっていないんですけども、このミトコンドリアメッセンジャー RNA がその、
足根源形成時の細胞分裂制御に関わるというのは全く予想もしていなかった意外なことで、今後研究が進めば、これまでにない新しいメカニズムの発見につながるんじゃないかと期待しているところです。ちょっと時間が少なくなってきましたけど、最後にちょっと病原菌の形成の話をしたいと思います。で、病原菌の形成の話をする前に幼女という言葉をちょっと覚えていただきたいんですが、幼女というのは茎の周りの葉の配列様式のことです。一つの節に複数の葉がつくものは輪生幼女と呼ばれます。十字体性幼女なんかが輪生幼女の代表的なものです。それから一つの節に1枚ずつ葉っぱがつくものは五星幼女と呼ばれます。で、五星幼女で、はこの、ある節と次の節の葉が茎を中心にしてなす回度のことを角度のことを回度と言って、この回度がちょうど180度の場合は葉っぱがこう互い違いにできていって、そういうのを二列五星幼女と言います。それから回度が180度ではない回度で一定していれば、これは螺旋を描くことになります。それを螺旋幼女とか螺星とかいうふうに言います。で、幼女には不思議な数学的規則性があることが古くから知られていまして、そのことから生物学者だけじゃなくて、まあ、いろんな人が関心を持っていろいろと考察をがされてきたという歴史があります。で、この数学的規則性なんですけども、これ聞いたことある人も多いと思いますが、例えば五星ではほとんどの場合回度は180度か黄金角の 137.5 度に近い角度を取ります。それから、近接する葉を斜めに結んでいくと車列線というそういう線が引けますけども、この車列線の数を右回りと左回りについて数えるとフィボナッチ数列の連続する2個になっているという特徴があります。で、このこととこの黄金角とはまた関係しています。で、これエケベリアという多肉植物の一種なんですけども、これの形状部を上から見たところなんですけども、これで車列線を引いたのがこれになります。で、右回りこの黒い車列線が5本、左回りこのグレーの車列線が8本です。で、5と8というのはフィボナッチ数列の連続する2項になっています。で、葉の元気というのはどこにできるかというと、形状分裂組織のこの辺縁部、形状分裂組織を取り巻く円環状の領域に発生が限られています。で、ここで葉の元気ができると、その後形状分裂組織の細胞分裂によってこれを押し出されるようにして放射方向にまっすぐ遠ざかっていきます。なのでもう角度は基本的には変わらないということです。ですから幼女のパターンというのはこのリング状の領域のどこにいつ新しい病原菌が発生するか、で、それをちょっともう少し言い換えると、どこにというのは先にできた病原菌とどういう位置関係でということですね。いつというのは他の病原菌とどういう時間関係で新しい病原菌が発生するかで幼女のパターンが決まってきます。ということで、幼女のパターンというのは実は病原菌の発生の問題であるということです。で、これはいろいろ数理モデルを用いた解析が行われてきているんですけども、中でも成功している代表的なモデルにデュアーディとクーデのモデルがあります。で、これは病原菌が周囲に新しい病原菌の形成を抑制するような一定の作用を及ぼしている、ここで何かこう等高線で書いたような作用ですね、そういう作用を及ぼしていること、それからその作用が距離とともに減衰すること、で、形状分裂組織の辺縁部にすでにできている病原菌からの抑制作用の合計がある域値を下回る場所が現れたら、すかさずそこに新しい病原菌が発生すること、このたった3つのですね、過程から非常にシンプルで美しい数理モデルを構築して、で、コンピュータシミュレーションを彼らは行いました。その結果の代表的なものをここにお示ししています。で、
この横軸はガンマというある一つのパラメーターです。で縦軸は解度なんですけど、これちょっと見にくい、グラフなんですが、意味するところは、ガンマがこの辺の値だと、これは2列互性であることを意味しています。でガンマをだんだん小さくしてシミュレーションを行うと、この辺解度がだんだん小さくなって、この辺だと黄金角に近い解度の、螺旋養生になります。でもう少し解度を下げると、ここは、これ十字体制です。でさらに、解度じゃない、ガンマを下げるとまた解度が黄金角に近い螺旋になって、さらにガンマを下げると今度は三輪線に変わります。文字で書き直すとこんな感じです。でガンマというパラメータの意味を、考えると、抑制作用が強かったり形状分裂組織が小さい時には2列互性で、ここから抑制作用がだんだん弱くなったり、あるいは周頭頂分裂組織がだんだん大きいという条件に変えていくと、2列互性から解度が小さくなっていって、黄金角解度の螺旋養生になって十字体制になって、また螺旋に戻って三輪線になって、こういう変遷をたどるということがこのシミュレーションから示されました。でこの抑制作用の実態なんですけども、それについては分子生物学的な研究からオキシンの極性輸送が関わっているということが示されています。もう少し具体的に言うと、オキシンの極性輸送を行うPIN1 というタンパク質が細胞膜に存在するんですが、これはオキシンを細胞から外にこう排出するタンパク質です。これの細胞膜面上による分における分布が隣接細胞のオキシン濃度に影響されます。例えばこの模式図だと、真ん中の細胞のオキシン濃度が周りの細胞よりほんのちょっと高くなると、この両隣の細胞では、この真ん中の細胞に向かう面に PIN1 をたくさん配合するようになります。そうすると、こちらに向かうオキシンの流れがちょっと強まって、真ん中の細胞はますますオキシン濃度が高まることになります。つまりオキシンの極性輸送と濃度の間の、この関係によってオキシン濃度に正のフィードバック制御がかかって、オキシン濃度がちょっと高いところができると、そこにどんどんオキシンが集中するということになります。で、形状の表皮にできたその集中部に、病原器が形成される。でオキシンの集中部ができるときには周りからオキシンをこう奪い取っていることになりますから、この近くには別のオキシンの集中部はできないということで、それが病原器間の抑制作用の実態であると今では考えられています。でこのオキシンのモデルとか、さっきのドゥアディとクーデンの抽象的なモデルで、代表的な幼女の螺旋とかですね、これ消えてますけど2列後線十字体制三輪線なんかは、パラメータを少し変えればどれも成立するということが示されています。じゃあもうこれで決着がついたかというと、実はまだ説明できてない養生がもういくつかあります。でその中で私たちが注目しているのは、この国際型養生というものです。で国際型養生はその名前の通り、国際にちなんで名付けられたパターンです。でこれは頸頂部の操作型電子顕微鏡写真なんですけども、これは互性の一種で180度90度180度270度という、周期的な解度変化を繰り返すというのが特徴になっています。でこれは少数派の幼女ではあるんですけども、国産蟻だけに特有ではなくて、これ系統樹の中で国産蟻型幼女を示す植物の分布を示しているんですけども、いろんな分類群にポツポツこう存在します。ということは、これは病原菌の位置決定のメカニズムそのものが国産蟻で特殊化したということではなくて、普遍的な気候が特別な条件で国産蟻型養生を生み出すということを伺わせます。だとすれば、国際型養生を説明できない既存のモデルというのはモデルとして不完全であろうというのが私たちの考えたことです。それで既存のモデルを拡張することで国際型養生ができる、そういう条件を探しました。で、
特に考えたのは、これまでのモデルでは溶原菌が発する抑制作用というのは時間によらず一定というふうにされていました。距離によっては減衰するんですけど時間変化はないというふうにされていました。でこれがちょっと生物学的にも考えにくいんじゃないかということで、この抑制力が溶原菌の発達とともに変化するとして考え直してみたわけです。で、まあ、上昇する場合とか減少する場合とかいろいろ考えました。で結果としてですね、この抑制力が溶原菌の発達とともに増加すると考えた場合、その増加がゆっくりであると国産型養生ができるということが分かりました。まず、こちらはですね、普通の螺旋養生の場合です。ここにパラメータ設定が書いてありますけども、普通の螺旋養生で、頸頂部を上から見ていて抑制作用の等高線で示しています。で、これに対して抑制力の上昇を非常に緩やかにして、した場合ですね、国産型の養生が成立するということが分かりました。ですね、これよく見ていただくと、この対抗する溶原菌が、同時ではなくてちょっと時間的にずれてできています。これ十字体制ではなくて国産型なんですけども、こういう養生が成立するということが分かりました。で今はこれのさらに、分子的な背景に研究を進めようとしているところです。でちょっと時間過ぎてしまいましたが、今日紹介した研究というのは今現在は、ここに示した大学院生の、人が、取り組んでいます。で、間宮さんと米倉さんは明日のオープンキャンパスで、ポスター展示をしますので、興味がある方はぜひ、彼らの話を聞きに行ってあげてください。以上です。どうもありがとうございました。